おはようございます。7月23日、まあ、もうすぐね、朝5時になります。相場解説になります。私もこの相場解説を続けて4年になるんですけども、最初の1年は全く勝てませんでしたね。というよりもチャートを開いても何を考えればいいのか分からなかったっていうのが正直なところなんですけど、今はよく分かるんですよね。例えばこのレンジがありますよね。このレンジの話をもうしたと思いますけども、必ずブレイクするよって言って、ブレイクした後ね、こっちに戻ってきて、また新しいレンジを形成するまで吸ったもんだがあったということなんですが、またね、レンジの方はここでできたかなっていうお話もしました。ここでできてましたね。で、現在ね、このレンジなんですよ。このレンジはどういう特徴を持ってるかというと、右に行くに従ってね、右側に行くに従って、ちょっと上下の振れ幅が大きくなってきて、台形みたいになるんですよね。こういう風な形に。まあ、ですんで、流れとしては横ばいながらも下に行くってのが、そのデイリーモーションの流れですね。で、4時間の方を見てみますよ。4時間の方を見るとそれが顕著で、以前こういうお話をしました。レンジに入ったけども、その振れ幅がどんどん大きくなっているんではないかなっていうふうなね、こうラッパー型にこういうふうに広がっていく感じです。でもレンジなんですよ。で、このレンジは、下にブレイクすることで落ち着きを見せたんですけども、ブレイクしたポイントがここでしたよね。で、跳ね返って、上の天井を作るのがここでした。ということなんで、横線2本を引いて、ここをゾーンというふうに設定しました。ここのゾーンの2本の間でレンジが起こるんではないかなっていうところだったんですけども、おかげさまでそういうふうにね、レンジが起きましたね、こういうふうにね。で、ドーンと落ちて、やっぱりここ。で、ダブルボトムかトリプルボトムで、上昇するという流れを、昨日お話して上昇してますよね、かなりの長い範囲で。で、その前はダブルトップ、トリプルトップってお話ししました。ですので大きく下がるということを言いましたんで、この大きな流れが出てきできたわけなんですよ。もうね、この下に行く流れとこの上に行く流れ同時に取れたの大きいと思いますよ。1時間に行きます。ね、1時間だと分かりやすいですよね。ブワーンと下がってきて、このポイントで大きなひげを出して上の方に行くと。で、下に下がったかなと思えば、また上のレンジまで大きなひげを出して戻ってきて、実態は相変わらずレンジの中ということですよね。で、ドーンとまた下に来ました。こちらですね。ここを起点として、買いの方に行くんじゃないのって、買いの方に2段階でね、N を書いて行ってくれました。それが今までの動きです。で、全体的には下に向かって、ということなんで、高い時間軸を見れば分かるんですけどね、ここを突き破って、ここで N を書いてっていうのはちょっと考えにくいですね。どちらかというと、今の時点が底打ちなのか、大きなひげを出してますから、もしくはちゃんとゾーンに乗ってからなのか分かりませんけども、どっちにしても下の方に跳ねていく流れがもうちょっと先で見えるかなってことです。ただ今日木曜なんで、木金のうちに落ちるかどうかっていうのはね、下に大きく下がる流れを見れるかどうかはまだ分かりませんので、あと4、5時間予想を見ながら、そこからエントリー仕掛けていこうと思います。本日は以上です。